ゆず味噌。うまそうじゃないですか。え、ヘルシーだね、なんかね。最高じゃないですか。チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、トシ隊長です。今回はね、この旬のナス、秋ナスだね、9月だから。このナスを使ってナス田楽を作っていこうと思います。うん。で、今の時期、本当は柚子味噌がいいんだけど、どうしてもね、この時期青柚子しか入りません。夏が旬のね、青柚子です。これを使って爽やかな香りのする柚子味噌を作っていきます。で、まずね、フードプロセッサーとかね、あればそういうのを使ってもいいんだけど、この青柚子3つをね、これよく洗ったやつ、これをね、おろし金でね、おろしていきます。粗めでいいや。このね、緑色のところ、これをすりおろして。こんな感じで、今回これ2個でいいね。で、今回使うのはこの青いとこだけなんですけど、こっちのね、身の方は、ポン酢作ったり、あとね、今回は、焼酎で柚子サワー、青柚子サワーで楽しみたいと思います。前回の動画で青柚子使ったポン酢の作り方が動画あるんで、そちらもよかったら見てください。はい、もうこんなもんね、あればもう十分です。2個分。で、このね、おろした方はね、ちょっとカットして、あとで、ね、焼酎飲むときに、青柚子サワーにします。これ取っときましょう。柚子サワー、いっぱい飲めるね。じゃあ、ナス、ね、ナスの方を切っていきます。で、まずね、秋ナス、皮が硬いんで、ヘタを食べやすくするために、落としちゃいます。これぐらいで切って、こうやって取ってやると。で、やっぱね、秋ナスは皮がやっぱ硬くなるんで、少しここ切ってやる。こう、ヘタのついてたところの皮を少し剥いてやる。で、これをね、半分にします。で、ここにね、格子状のね、切り込みを入れてやる。斜めにちょっと。で、こんな感じで。こうするとすごくね、食べるとき、食べやすくなるんですよ。格子状の切り込み。これポイントですね。これを、真ん中ぐらい、真ん中よりちょっと皮を上にしたところで、ぶっ刺してやると。こんな感じですね。今回はね、焼きナススタイルです。逆だ、こうだ。こう。間違えた。こうですね。で、こっちを表にするんで、こういう感じ。そしたらね、ちょっとアルミホイルで、ちょっと皿を作ります。はい、こんな感じ。うん、で、ちょっとね、これはね、上。ナスの切り口を上にしてやって、こんな感じですね。今回魚焼きグリルで焼くんですけど、まあオーブンで焼いてもいいし、トースターでも焼けないことないけど、ちょっとこの量だとちょっとトースターだと厳しいかなって感じですね。で、サラダ油、直接かけます。大さじ1杯、大さじ1杯ぐらいですね。はい、適当にね、上にかからかけてやって、このアルミホイルで再び蓋をします。蒸し焼きっていう感じですかね。蒸し焼きにするっていう感じで。で、串が出ちゃうと、串が焦げちゃうんで、串をうまいことこう隠してやって。はい。で、こんな感じでね、魚焼きのね、グリルにセットして、水を入れて、こっから中火でね、約8分。8分間蒸し焼きにしていきます。じゃあ、お味噌作っていきます。で、これはね、これはね、麹味噌ですね。米味噌。麹味噌が 150g。まあ、合わせ味噌でもいいし、赤味噌でもいいです。で、これにね、みりんをね、大さじ2杯入れます。はい。
はい、あとこれ日本酒ですね。日本酒大さじ1杯。はい、あと砂糖入ります。砂糖が大さじ1杯、2杯、3杯、3杯にしとこう。甘いのが好きな人はね、もっと入れてもいいですけど、これをね、火に当てて混ぜていきます。で、これ味噌が焦げないように気をつけてください。味噌が焦げないようにゆっくり味噌を溶かしていく。で、この味噌も作っとけばね、作り置きっていうか密封しておいとけばいろんな料理使えますから。黒吹き大根もいいし、あとおにぎりに塗って焼きおにぎりも美味しいね。ああ、それとまあいろいろね、合いますよ。豚肉とか焼いてこれ塗って食べてもね、美味しいし、まあ、いろんなね、アレンジが効きます。はい、ワクワクしてきた。ここでちょっとね、サボってこう焦げやすくなるんで、ここしっかりもう目離さずちょっと火弱くして、焦げないようにね、焦げないようにしっかり味噌をこう火に当ててやる。これがポイントですね。すごいポイント。はい、で馴染んできた、馴染んできた。これで水分をね、飛ばすまでやると美味しいんですよ。なるべく壊さないようにやるっていうのがポイントですね。はい、したらここでもう青柚子入れちゃいましょう、全部。はい、したらもう火止めます。はい、あとはこの青柚子と味噌をなじませて、はい、これで完成。で、これ密封容器入れとけばね、2週間保存効くんで、いろんなね、こんにゃく田楽も美味しいし、そう、こんにゃくとかおでんとかね、いろんな料理に使えます。便利です。はい、で、あとね、今日はね、きゅうり、冷蔵庫にきゅうりいっぱい余ってたんで、この柚子味噌にね、このきゅうりつけて食べても美味しいんですよ。あと今だとね、高原キャベツがこれから旬を迎えるんで、高原キャベツつけてね、キャベツとかきゅうりにつけてそのまま生野菜を楽しむのもいいですよ。青柚子の方がね、これに合うんですよ。お、焼けた。15分くらいかかりました。蒸して焼いてたんだけど、途中ちょっと焼き色つけたくなって、アルミホイル上外して焼き目ちょっとつけたって感じですね。で、これ味噌塗ってまた表面焼いてってもいいんだけど、今回はもう味噌を塗ってそのまま食べます。香ばしくなるかな、焼くとね。柚子味噌塗ってきます。塗りすぎると濃くなっちゃうからこんなもんか。ごま、ごまパラリ、うわ、うまそう。ちょっと貝割れでも散らそうかな。柚子味噌うまそうじゃないですか。はい、じゃあこんな感じでいかがでしょうか。はい、じゃあこちらね、焼きなすので、まあ、ちょっと今回はね、ナスを焼くのに時間がかかっちゃったんで、15分以上経っちゃったんで、手っ取り早くするんだったらフライパンで揚げ焼きにしたり、あと電子レンジで加熱してさっと焼くだけでもいいかもしれないですね。うん、まあ、でもやっぱこうやって時間かけて焼いた方がやっぱ絶対うまいです。うまいっすね。この青柚子サワーね、ぜひ試してください。ほんとうまいっす。すごく爽やか。ああ、うまい、最高だわ。じゃあちょっとおつまみでこのきゅうり、きゅうり手でいっちゃえ。はい、きゅうりね、これをね、味噌をつけてね。はい、こんな感じ。いただきます。これは美味しい。このね、ゆずみつの味噌、これゆず味噌、青ゆず味噌を舐めながらこの焼酎がいくらでも飲めちゃうって感じですよ。あ、うまいな、この味噌最高。うん、
この味噌だけでつまみになる。お、ナス田楽、やみつきナス田楽をいただいてみたいと思います。いただきます。美味しい。これはね、これやばいですね。秋を感じる味わいです。これもまたね、青柚子サワーに合うんですね。もう青柚子ならではですね。この青柚子ならではのもう季節感とかそういう味が楽しめます。うん。またね、冬になって黄色柚子で作っても芳醇ないい香りがねして、またまたうまいんですけど、やっぱね、この9月10月のこの青柚子うまいっすね。あー、甘いわこれはね、止まんない。一人でね10本ぐらい余裕で食べれちゃう。うんうん、最高だわ。ほんとね、止まんないですよ。この青柚子味噌がね、青柚子味噌最高。これね、作って作り置きするべきですよ。豆腐とかね、うろふき大根、それからこんにゃく田楽、まあいろんなものに合いますね。で、おにぎり、焼きおにぎりに乗っても最高っす。これは作るべき。これヒット作だな。あ、うまい。はい、ってことでね、今回は、このやみつき青柚子ナス田楽を紹介しました。非常にね、すごく美味しいんでやみつきになります。これが美味しそう、作ってみようかな、気になる、少しでも思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。また見てね。これ止まらんわ。最高。青柚子サワーマジうめえな。青柚子サワーマジやってみて。このね、青柚子サワーもぜひやってみてください。これ最高。